さい、ちゃんぽろです。皆さんお元気ですか？ハッピーハッピー探してますかね？っていうことなんですけど、日付と時間からいきますね。日本は今、2月の11日木曜日ですね。時間が、11時50分ぐらいですね。ここが夜の9時50分ぐらいです。こっちはまだ水曜日なんですが、で、まあ、今日はね、固定観念についてちょっと私のですね、固定観念についてちょっと話したいなとかって思うんですけど、まず場所がですね、マイアミからはだいたい3時間、そうですね、3時間半ぐらいの ところにいますね。今朝までいた、ベニスの方からちょっとまた40分ぐらい、北の方に、まあテキサス寄りですね。マイアミからはこうね、マイアミからはここがマイアミ東側なんですが、マイアミからは、ちょっとこうこっちの西、反対か、西海岸の、今いるところがサラソダっていうところにいますね。まあ、こっちの方がまだ分かりやすいかな、地図の方がね。この赤いマークが立ってるところが、マイアミですね。で、点滅で光ってるところが僕が現在いるところのサラソダっていうところですね。昨日までじゃなくて今日までベニスにいたんですが、今サラソダっていうところに、また場所を移りました。そうですね、めっちゃ気に入りましたね、ベニス、すげえ良かったです。行くところ行くところね、ね、2時間パーキングとかだったらね、大体まあ2ドルとか3ドルとかでこうパーキングできるんですけど、ただ2時間過ぎてね、1分でも過ぎたらパーキングチケット切られたりとかね、そういうのがあるんで落ち着けないっていう感じがするんですよね。でもベニスの場合はどこに行ってもこうショッピングモールとかいろんなところね、ちょっとした街なんかでも全部パーキングがフリーだったんで、すごい気持ちがよくて、また街もねゆったりして綺麗かったっていうことですね。今日このサラソダっていうところなんですけど、やっぱりこうダウンタウンとかね、やっぱりペイパーキングになっていて、また外海のところに、まあ島みたいになってるんですけど、まあね、帯みたいな感じで内海があって、そこにちょっと長細いこう島みたいなのがあってみたいな感じで、そこはやっぱりこう観光地になってまして、外海のところはやっぱりペイパーキングがほとんどだったっていう感じですね。まあですからベニスなんかすげえ落ち着けたっていうことですね。ここでもね、ちょっと田舎に行くと内海のところの場合はね、そのパーキングフリーのところ結構探せたりします。で、まあ話がまた前置きがちょっと長くなっちゃいましたけど固定観念についてですね、トラブルが発生しまして、自分の2つカード、デビットのカードを持ってるんですけど、1つがもうなんか使いすぎちゃって、使えなくなっちゃって、すいません、ちょっと。で、電話代金、まあ月に2つでね、携帯2つで使い放題で、アンリミテッドで、今支払いしてるのがあとハットスタブっていうね、コンピューターなんかもちょっとだけ使えるリミットがあるんですけど、それはもう含めて95ドル月に2つでですね、まあ1つでしたらまあ40ドルぐらいのものなんですけど、まあかなり日本に比べたら安いんじゃないかなとかって思いますね。アメリカでも AT&T とか有名なところはやっぱり
同じぐらいの値段でリミットがないとかね、一つでね80ドルとか90ドルとかするっていうことなんですけど、まあ自分の場合は95ドルで2台の携帯使えてアンリミテッドっていうことでですね、あとハットスタブだったっけ、ハットストスポットでしたっけね、それもちょっとあの他のコンピューター動かしたりアレクサ動かしたりすることがちょっとできるっていうことでなかなか便利なんですけど、でそのカードがねエクスパイアになっちゃって、あと一つちょっとあのなんていうんですかね、こうZIPコードっていうのも電話の場合支払いするときに必要になってくるんですけど、それがねちょっと曖昧なカードが一つありまして、それで結局その電話での支払いがちょっとできなかったんで困ったなとかって思って、銀行に行って直接その銀行に行ってその手続きをしないとその支払いとかできないのかなとかっていうようなのが固定観念として頭の中に残ってまして、まあ ATM とかいろんなのを探して40分ぐらい離れたところに ATM があったんですけど、空港の中だったんですが、まあそこまで一応行きました。もう一つはマイアミの方にね一個だけあって、だから自分が使ってるバンクがねこうアメリカ全土にはないっていうのにまずまたびっくりして困ったりしてましたけど、まあ固定観念がねあったんで、その前行ったところにね自分が使ってる電話のキャリアがあったんで、そこに行ってまあまあキャッシュでね先月は支払いして事なきを終えたんですが、今月の場合ねまたこの自分の使ってるメトロ PCS っていうその電話のキャリアがですね、まあ、このベニスの町近辺になかったんですね。こりゃ困ったなとかって思って、まあしょうがないやとかっていうことで、まあ一応こうアカウント電話でなんとかできないのかなとかって思って、その自分の銀行に電話していろいろ聞いたら電話でもできたんですねその、 あのアカウントの移動とかお金をいくら移動しましょうとかっていうのができた。で自分ではできないと思ってたんですね。その直接行って ID とか見せたり しないとできないものだっていうふうに頭の中で固定観念がありまして、まあ銀行に行くと ID とかねカードもそうなんですけど、その免許証とかも出さないとその手続きしてくれないんで、そのことがこう頭の中にあって、その直接行かないとできないっていうふうに頭の中に固定観念としてありまして、あとインターネットバンクとかっていうのも一応オープンしたんですけど、もういろんなのがねこう邪魔くさいとかっていう、これもまた悪い固定観念ですよね。まあそれで結局ねあのなかなか行動ができなかったっていう、電話一本で済むのを40分もかけていってみたいな。で電話の場合はこう直接行ってって言ったらそこに行く時間もかかりますし、まあ、手数料もね2ドルか3ドルかなんか多めにあの取られてみたいな感じだったんですね。まあですからこの固定観念っていうものっていうのがちょっとね時々飽きさびようとかって思うことありますね。まあですから固定観念をねこうなんていうんですかね、もっとフレックスブルな頭にね一応チャレンジしてみてみたいな発想にねもっともっと切り替わっていければいいのかなとかって思いましたけど、まあ今回はねまず電話でもできるんだっていうのがね新たにこうインプットすることができたんで、うまくいかない固定観念の方法っていうのをこう発見したって言えばまあちょっと成長したなみたいな感じなんですけど、まあそういうことをねちゃんとこうまあ電話でもそうなんですけどね、iPhone の
何でしたっけ、それもそうですね、あのアップデートするときとか、あの iPhone のセキュリティコードでしたっけね、そういうなのをこうなかなか覚えてなくて、いろんなこう頭の中ではこう分かるやつをこうなんていうんですかね、あのリメンバーのこうセキュリティコードみたいに打つんですけど、それも結局忘れちゃってしまっていたりとかで、やっぱりそういうところにこう性格っていうか固定観念みたいなね、あのよくそのコンピューターのコンピューターっていうかこの iPhone とかね、この電話のそのね、セキュリティコードとかそういうものをこうちゃんと大切なんだみたいなところの認識とか、まあ行けばなんとかなるよみたいな感覚からまだまだね固定観念が抜け出せてないみたいなねところがあるなっていう感じがしましたね。だからまあちょっとねやっぱりそういうところをこうもっともっと固定観念をねこうフレックスブルにしていきたいなとかって今日また思いました。あとやっぱりあのまあ少しずつなんですけど、あの考えてることがねこうなかなかうまくいかないことって結構ありますよね。すいません、まあ自分の中ではやっぱり今こう旅を続けてまあおよそ2年ぐらいになりますね。まあサンディエゴにいる時にはね、まあそんなにそのお金とかも使わなかったんですが、やっぱ旅に出てみるといろいろお金がかかりますね。特にあのガソリン代、まあディーゼルなんですけど、移動するたびにねやっぱりその分走ってますんで、やっぱりそこら辺のところとかねかかると、あ自分がこうやりたいこうやりたいみたいなね、モーターパラグライダーも買ってこうしたいああしたいみたいな感じで考えていたのが、だん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 あれいつの間にこんなにお金使ってしまったのみたいな感じになってますよね。まあ予定として1年ぐらいでは YouTuber になれるんじゃないのみたいなねことを考えてましたけど、まあ甘くないっすね。まあねその魚釣りのね動画なんか見ていてもなんかねそのあんまり違いが自分にはよくまだ分かってないんですけど、すいません、でそこら辺のところでねガーってあれ魚釣りの動画を上げるとこんなにすごいんだとかってね、でその人たちが努力してるあのうちで努力してるものが私には見えてないんですよね。やっぱりこう工夫していろいろ文字を入れたりとかあの音をね入れたりとかそういうなのが全然自分には見えてなくて、ただこう魚釣りをしていたらこう視聴率がガーって上がるみたいなねそうでね飽きさ病っていうやつですね。まあ超固定観念っていうかね、まあそこら辺のところでまたあのやり方とかねまた考え方とかを変えていくとそれに少し近づくことができるんじゃないのかなとかって今考えてるところなんですけどね、まあちょっと時間かかるかもしれないんですけど、本当ねこんなよくよく考えてみたらね本当単純な動画をね皆さんご視聴していただいて本当どうもありがとうございます。本当ありがとうございます。っていうことで、チャンプルーでした。いつかは面白い動画が作れるようになると思います。またやーさい。ほいさいほいさいほいさい。ピュッ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 。